はい、サイングスの中華ビーラー豊川マスシーヤイビーン。今日はですね、三振のですね、手の動きをですね、手元カメラ、演奏者目線のカメラで見てみたいと思いますよ。ではカメラ切り替え。はい、じゃあね、三振の手元カメラということでね、本当はね、このぐらいね、見えたらいいんですけど、実際手元からだとね、こんな感じしか見えないですよね。でもこれでいいんでね、そして親指はね、こう当てるだけね。決してね、こんな感じでね、こう持たないですね。こう、竿はね、持たないですね。親指当てるだけですね。当てるだけ。はい、さよおじさん。はい、さよおじさん。指のサンゴビンゴのこと、女のことらわんに分けらんな。はい、こういう感じですよね。割とね、こう手のひらが、なんていうのかな、自分の、方を向いてるというか、自分の顔ぐらいをね、向いてる、感じですかね。ね。じゃあ、それでは読んだ。さあ、君は、の中の、茨の花か、さあ、ゆいゆいくれて帰れば、やれほに引き止める、また、針の積んだら、かのしゃまよ、ね。はい。そしてですね、中級者はですね、やっぱりこの動きがですね、すごく、等身同意とかにね、よく出てくる、この動きですね。これがね、とっても難しいですよね。ローと上と尺の高いやつね。なのでね、まあ、この動きをね、スムーズにできるかっていうのが、ポイントなのでね、これはもうしっかり、毎日ね、練習してくださいね。こんなような動きになりますね。はい、左手の動きね、こういう感じでございますね。目元カメラから見てみました。左手の動きでした。はい。